冷えた、恩、まゆらは、日本の占い師である。タロットや水晶玉を用いて、占いを行う。ミドルネームの恩は、本来凡字の恩であるが近年は、ひらがなで記している。東京都在住、出身地や青年月日は、非公開。幼少の頃より霊感があったとされ、巧妙な心霊研究家に、卑弥呼の再来家と言われる。大学で、心理学、 宗教学、神話学を専攻、卒業後、出版社勤務の傍ら、占い師として、原宿の占い専門店で占い師としてデビュー。その後、出版社を退職し専業の占い師となる。現在は、タロット安い賞を用いた占いによる鑑定を行っている、タロットカードのプロデュースや占いの連載、またと学会の会員としても活動している。また趣味として、 宗教団体のグッズなどを収集している。1994年に上司した占いと、おまじないの著作、ニキイ男、嫌な上司の呪い方教えますが、2年後の1996年にと、学会編著とんでも本の逆襲。2、藤倉さんにより、現役の占い師が書いた、呪術書として紹介される。以後、オカルティストの立場でありながらと学会に入会し、 本人曰く、イソップ童話のどっちつかずのコウモリを引き合いに、ビリーバーに水をかけ、逆に会議論者には信じさせようとするというスタンスを表明している。2009年7月に死去した、と、学会運営委員の清水和夫とは、生前から信仰が深く、葬儀に際しては、遺族と、と学会の連絡役を務めた。冗談宗教として、人として最低教を発足させ、その、 競争となっている。その他、と、学会年間シリーズにも、例会発表を聞こう AB プロフィールハットと、学会の冷えたの項も参照。清水和夫さん正教人として最低供協議。ありがとうございます。